スカンデルベクあるいはスカンデルベクは中世アルバニアの君主であり、オスマン帝国に抵抗した民族的英雄である。本名はジェルジ・カストリオティで、通称のスカンデルベクはトルコ名のイスケンデルベイに由来する。アルバニア中部の領主ジョン・カストリオティの子。1423年頃、父がバルカン半島で勢力を広げるオスマン帝国に侵入したため兄弟と共に、 人質となり、イスラム教に改修。村と二世の宮廷に仕える騎士として、東ローマ帝国やセルビア、ハンガリーとの戦いに従軍し、その勇敢さから、アレクサンドロス大王にちなんだスカンデルベクの名を受けた。1437年頃、父の領土を報道として与えられて、アルバニアに帰国。オスマン帝国の支配下で、アルバニアの軍司令官となったが、 1443年にオスマン帝国に反旗を翻した。スカンデルベーグはキリスト教に再改修してベネツヤ共和国、ナポリ王国やローマ教皇の支援を取り付けアルバニアの北半を統一。1450年と1466年には村とセ世とメフメとセ世の派遣したオスマン軍を撃退することに成功し25年間にわたって独立を保った。 1468年にスカンデルベグが病死した後もアルバニアは12年間に渡って独立を維持したが、1480年最終的にオスマン帝国によって併合された。スカンデルベグは同時代のハンガリーのフニャディアーノ種、ワラキアノブラド・ツェッペシュと並んでオスマン帝国のヨーロッパへの拡大を遅らせた英雄とみなされる。19世紀に アルバニア人の民族意識が高まると、オスマン帝国からの独立を目指したスカンデルベクは、民族的英雄として高く評価されるようになり、アルバニアの独立運動と国民統合に大きな役割を果たした。現在アルバニアで発行されている5000歴史兵に肖像が使用されている。ありがとうございます。